はい、斉藤明でございます。昨日ですね、月曜か夜更かしに久しぶりに出ましてね。でも、今ちょっとね、バーの仕事、ね、ちょっと今月いっぱい空いたろうなっていうことで、結局家で、カクテルを作ろうってことになりまして、カクテル作ってみたみたいな感じでいきます。本日作るカクテルはですね、そうなんつまり、稲造というカクテルでございます。福造ではありませんので、それじゃあ、モンゴル福造じゃないですからね。使うお酒は、ジャン、こちら。アルバータプレミアムというカナディアンウイスキーでございます。カナディアンウイスキーでもですね、これドン。見えますかね。100%ライグレインっていうふうに書いてまして。カナディアンの至宝と言われているこのアルバータプレミアムを贅沢に使わせていただきます。アルバータプレミアムと言いますとね、ライブウイスキーと言いますとね、マンハッタンとか、ああいうのをカクテルで使う方がいると思いますがね、前もって、ロックでやっております。で、それに、ドン、久慈の山の木ぶどうですね。こちらと、そして、カナダドライ、ジンジャーエール、混ぜて、作りたいと思います。これじゃ見えない。あ、こっちじゃ見えないか。ので、なので、まず、この山の木ぶどうさんで、あんを、開けます。もう、おい、いい音、いい音。前もって注いだアルバータープレミアムに、まずは山の木ぶどうを入れて、そして、最後はこれで、ザー。軽くステアして、こういうちょっと紫な感じに仕上げました。では、いただきます。これね、稲造2カクテル。名付け親は映画監督の、元 NHK ディレクターの大友圭史さんなんですけどね。いや、この人が、なので、その、吹き抜ける風のような味だって言ってました。やっぱ山の木ぶどうを使ったんで、ちょっと
木ぶどうの味が強いかなっていう気もするんですが、ね、まあ食後とかにね、こう爽やかに、なってるかなというふうな印象はあります。まあ、ウイスキーの方が比率多めな感じの方があるみたいなんですけどね。まあ皆さんも、まあお家でこれ作ってみてください。では、今日はこの辺で。斉藤明でした。